ちは。今日はね、エリア55特別編、緊急特別編です。ここね、京都三条のね、同時代ギャラリー、今から上がっていきますからね、まあついてきてみてください。ちょっと階段が危ないからね。ここに同時代ギャラリーと書いてありますね。はい、ここから少しね、階段を上がってきます。ついてきてください。2階に上がってきます。そうするとね、ちゃんとここ今ご時世でね、検温とかあります。で、ここが同時代ギャラリー。もともとね、毎日新聞京都支社の社屋だったところが今はね、ギャラリーになってます。で、ね、明日からここ同時代ギャラリーにおいて松井盛岡博のね、すごい個展があるんです。で、今日は一般公開の前に特別に関係者だけが集まっていらっしゃいます。そこを今突撃取材、僕だから許される、松井盛岡博と安江邦夫、バロン安江の間だから許されます。はい、突撃。もうあの関係者の人が何人か入ってますが無視してください。ね、入ってくるとね、バーッともう分かりますね。美人がで、松井盛岡博もいらっしゃいますが、あちらには美人も来られてますが、松井盛岡博の素晴らしい作品がこんなに展示されてるんですよ。ざーっといきますね、ざーっと。これ素晴らしいでしょ。ざーっといきます。ずっとね。で、こちらにも、ね、水の小部屋があるんですが、まあ、それはパスして、ずっとね、あのこれ西陣とか宮川町とか、もうそういうところの綺麗どころも出てます。で、こちらずっと行きます。で、あの作品も素晴らしいです。こちらに行きましょう。こちらに行くとね、再びここでゲイマイコさん、ね、こちらもですね、ゲイマイコさんがね、美しい女性の肖像がこちらに来てください。もうそうするとね、もうこの辺り全部ね、祇園、本土町、宮川町のゲイマイコさんのポートレートね、ずっとあります。で、これがすごい作品なんですよ。これがね、もちろん扇ですね。この扇にこんな華やかな色彩で松井画伯がね、作られた、もう素晴らしいものです。あそこにちょうど松井画伯が描かれた。よかった。もうね、もう僕のね、本意、ね、本意にすごいと思うのはね、あの仕事はもう物理学者のすごい人でしょ。でも瞬間のモデルは最高なんですよね。だからそういう意味で僕のまたね、あの旬、日本にいるでしょ。フランス人がね、なんで旬がね、浮世絵ってのは知ってるけど旬はないじゃないですか、すごい絵しか。でどうしようかと思ったらね、僕ね、フランスのアンドレ・バルロというすごい哲学者ね、はい、バルロ、彼もそういうことやってるわけだから、そういうね、あのすごい物理学者の、本当物理学者すごい方でしょ。そういうことを やってもらうっていうのがいいんですよね。すごいこのあれがあっての、あの日本語で言うとさ、なんだっけ、幅が広いって、幅が広いね。ね、だからこれだけ見てると、はい、本当物理学者のね、すごい方で、私もすごい方だって言ってるんだけどね、あの時になるとね、四五十個やった人がいる。いや、あの時もすごいです。いやいや、本当に素晴らしい個展を明日から。本当にありがとうね。はい。けどね、あの、はい、本当にこれ、昨日ね、スカイプでフランスに見せたんですよね。はい、あの今まで僕がやった、ね、日本で、ね、あの三大の一つなんですよ。あの世界で一つはあのパリのユネスコなんですね、はい。そこはもちろんだけど、はい、ここでやっぱり長崎県美術館も熊健吾さんがやったらすごいんだ。なんとこの画廊が3番目にいい展覧会。いや、いいです、うん、ここはね、うん、もう本当に松井画伯のためにあるような、やっぱり本当にありがとうございます。それでね、
これでも面白かったのはね、これであの一応旬がすごいじゃないですか、野生先生がおっしゃってこうなってて、ね、これであの、あの彼女がね、こんなことになってるでしょ、はい、ね、こうしたらフランスが出せ、出せって。あ、それで出ちゃったそうでか、ね、絶対出せって言って。最近来てびっくりして、うん、あ、これがあるやろけ。ほんでね、一番先に書いたね、野生先生のあれがあるんですよ。ね、それは美術館用だったわけ。あの、皆さんの人ではなくて。で、春画を出せってね、ロベルト、剛も命令受けたって、佐藤さんも日本のね、そういうことでね、こういうことでこういう方なんですけども、あの、アンドレ・マルのように、すっごいね、物理のすごい人なのに、そこ行くともう、僕でもほとんどそういうようなポーズをされる。はい、ありがとうございます。下から君田さん来られるように、はい、僕も頑張ります。また説明を。ありがとうございます。はい、じゃあ最後にね、その今松井画伯がね、押してくださった僕がモデルの春画をね、春画ですよ、でフランス語ではね、ヌーベル春画っていう新しいジャンルの絵になるんです。それを最後にこっち来てください、こっちにあるんですよ、こっちに、まあ、もちろん途中にね、いろんなものがあるんですが、こちらにあります。まあ、こういうのもね、皆さん見てください。ここにね、肝心のここにね、さっき画伯が言われてたこれ、これですよ、これこれ僕ですよ。でこれがそのお相手のね、てん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 、でその瞬間のこのね、あのキリストのようにブッダのように悟りきったこの表情、これがね、これがポイントなんですよ。これが皆さんぜひこれを見に来てください。はい、1枚1億円でお譲りしても構いません。よろしくお願いします。はい、今日はエリア55特別編、緊急番組です。ぜひ、京都三条通りにあります同時代ギャラリーおいでください。お願いします。